3月16日、ANA は3月末で全機が退役するボーイング 747-400D 型機機体番号 JA8961 による成田から熊本を往復する最後のチャーターフライトを運航しました。また熊本空港では熊本遊覧フライトとタッチアンドゴーなどが行われ、最後の雄姿を見ようと多くの家族連れや航空ファンが空港や空港周辺に訪れていました。成田からのチャーターフライトは NH2001 便で、乗客524人と運航乗務員2人、客室乗務員13人を乗せ、成田を9時41分に出発。11時43分、熊本空港国際線ターミナルのスポットに到着しました。到着後、ANA の歴代制服を着用した客室乗務員の撮影会が行われました。到着したジャンボ機は NH2014 便、熊本遊覧フライトへ向け熊本空港6番スポットへトーイングされ、6番ゲート付近では遊覧フライト記念セレモニーが行われました。熊本遊覧フライト、ありがとうボーイング747。それではどうぞ。皆様拍手をお願いいたします。ご参列いただきました皆様ありがとうございました。 NH2014 便、熊本発熊本行き熊本遊覧フライトには、一般搭乗客に加え熊本県内の小中学生親子ペア50組100名が無料招待され、幼児11名を含む乗客520名を乗せ14時56分に出発しました。遊覧フライトは離陸後、大村湾、天草、阿蘇山上空を飛行しました。熊本空港へ着陸すると、消防車によるウォーターサリュートで迎えられ、16時27分到着しました。熊本遊覧フライトの乗客が降りると、タッチアンドゴーを行う NH2051 便として熊本空港を17時1分に出発し、17時9分に離陸。熊本遊覧フライト、チャーターフライトに搭乗した乗客や最後の雄姿を見ようと集まった人々が見守る中、ジャンボ機が迫力の着陸復興タッチアンドゴーを披露しました。熊本遊覧フライトの乗客へ記念品として搭乗証明書と I love ANA を描いたマグカップ、くまモンへのメッセージカードのほか、サンクスジャンボのロゴ入りクッキーをプレゼント。ボーイング747退役記念さよならチャーターフライトの乗客へ、ボーイング747ダイキャストモデルプレーン200分の1スケール I love ANA を描いたマグカップ、はい、これ発売されてるものなんですか？ですね、これは発売してません。ボーイング747のオリジナルピンバッジ、搭乗証明書などがプレゼントされました。熊本空港では羽田熊本線直行便50周年を記念し、ヒストリーギャラリーや ANA のジャンボ機の歩みを紹介し、
ジャンボ機のグッズの販売も行われていました。熊本遊覧フライトとタッチ&ゴーを終えたジャンボ機は18時49分 NH2002 便は成田へ向け、最後となるチャーターフライトが出発。18時59分、多くの人々に見守られる中、熊本空港を離陸しました。ボーイング747-400D型機、愛称ジャンボ機は熊本空港で見る最後の雄姿となりました。